DBX は、米国ユタ州の音響機器メーカーで、現在は、ハーマンインターナショナル傘下にある。また、同社が開発した、ノイズリダクションシステム。ラック中ー,ーに 160XT リミッター、コンプレッサー1971年、デビット・ブラックマーによって設立された、音響機器メーカーである。DBX という社名は、創業者、 デビットの持つデシベルエクスパンションというアイデアにちなんで命名された。主力製品として、プロ用、コンプレッサー、リミッター、マイクプリアンプ等シグナルプロセッサーを製造する。アナログテープレコーダーなどにおいて、録音時に原信号の全信号レベルを一律に最大レベルに近づけさせる変換をかけて、再生時には逆に小さい信号ほど、 小さくする逆変換をかけることによるノイズリダクションの方式で 38cm 毎秒以上のテープ速度を持ったオープンリールアナログテープデッキ用およびサンプリング周波数が 40kHz 以上のデジタルレコーダー用に特化した業務用向けのタイプ I とアナログカセットテープデッキ用および 19cm 毎秒以下のテープ速度を持ったオープンリールアナログテープデッキ用に特化した 民生用向けのタイプ2がある。ドルビーノイズリダクションシステムなどと比べ、過帳域全体域幅のノイズを抑圧できるという特徴がある。一方で、ドルビー方式であれば、高域を下げるなどの簡易的な方法でも一応、それらしく再生できるのに対し、DBX 方式は、対応機器以外では、2000年代後半に目立つように、 なってきたマスタリングのような音圧を上げた状態で再生する他ないという弱点がある。また変換に必須である指数、対数変換回路はテープの前世期には効果であった。発足のイズリダクションシステムとして見た場合の動作は上記の通りであるが本システムは本来ダイナミックレンジエキスパンダであり 0DB より大きい信号は逆に半分のレベルに下げて記録される。 よって CD 時代と共に注目された本システムの本質は低レベルのノイズレベルの低減に加えカセットテープのダイナミックレンジであっても CD のダイナミックレンジに近いレベルを記録できることも挙げられる。ただし当時は CD のノイズレスの部分が大きく注目されたため一般的にはノイズリダクションとしてアンダー0 d b での動作が目立って紹介された。 圧縮伸長比は1、2であるため長期レベル変換となっているが、それ、コタシステムでの簡易再生は実質不可であったことも衰退の原因となった。類似システムには圧縮伸長比1、1.5のアドレス。比は同じで、周波数の帯域分割をした、スパード、ハイコム系のシステムが挙げられる。ありがとうございます。